はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の二項定理丸2をお送りします。で、前回ね、二項定理丸1をやったんですが、まあ、その続きなんだけど、ちょっと難しめの問題を取り上げていきます。で、今回は全部で4問ありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方から問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回4問ね、全部共通して、次の式の展開式におけるこの括弧内ね、に指定された項の係数を求めに行きます。なので、前回の動画の下のタイプの問題と同じ、全部展開しろっていうんじゃなくて、そのね、決まったこの係数だけ求めに行くと。で、前回と詰め比べて何が難しいかっていうと、括弧の中が項が3つあるんです、今回。いいね。2a プラス b マイナス、ちょ、引いちゃおうか。2a とプラス b とマイナス c だね。で、これを展開した時に、a の2乗、b、c の3乗と、これの項の係数を求めに行きます。ただ、これね、やり方を覚えてしまうとかなり簡単です。なんでやり方を覚えてもらえたらと思うんですけど、これね、1番と2番みたいに文字がさ、ABC、XYZ って3つ全部違ければやりやすいんです。けれど、下みたいに X しかないみたいな、X しかないみたいな問題はちょっとややこしくなります。若干ね。で、まずこっちやっていくんだけど、これ、基本的な考えは前回と同じで、パーツを何個ずつ使うのかということさえ分かれば大丈夫です。で、今回は A の2乗、B、C の3乗でしょ。つまり2乗、1乗、3乗って分かってるから、 A が2乗 A が出てくるのこいつしかいないから、このパーツが2個なんです。で、 B の1乗、 B 出るのこれしかいないんで、このパーツが1個で、 C の3乗なんで、このパーツが3個です。つまり2個、1個、3個ってこう使えば出てくるって、この文字がね、ってことさえ分かっちゃえば、あと計算のやり方です。で、これはね、2、1、3って振るのが分かった場合、これ、項が3つの時は C を使わないです。で、C を使わない代わりに、分数で階乗を使います。で、2、1、3になってるから、まず2の階乗です。で、これどうせ1なんだけど、ちゃんと書こうかね。1の階乗。そして、3の階乗になります。つまり、全部の階乗が下に来る。で、上に何来るかっていうと、今回6個のパーツを振って、つまり全部で6個でしょ。だから、6の階乗がドーンと上に来るんです。いいかい？まずこれを書く。で、書き終わったら、その後ろにかける、今回 2a を2つ使ってるでしょ。つまり、ちゃんと書くなら、2a を2つなんでこうなります。けれど、どうせこの文字が出てくるの分かってるので、係数の2だけで書いた方がいいです。式がシンプルになるから。で、じゃあ括弧いらないんですけど、一応書こうかね。2の2乗です。で、次は、プラス1の1乗でしょ。これどうせ1なんで、これは書かなくていいね。どうせ1って分かってるから。で、次は、マイナス1の3乗です。これは、マイナスが出てくると符号に関わるので、これは書きましょう、ちゃんと。で、これであと計算します。これで終わり。式としてはね。いいかな？で、この部分、階乗に関してはね、まあ、数値の方で取り上げてるんで、そっちで、まあ、見てほしいんですけど、一応ここだけやろうか。で、2の階乗っていうのは、2からスタートして、2、1です。2の階乗はね。で、1の階乗は一応1なんで、1と。で、3の階乗は、3。2、1です。階乗っていうのはその数字スタートで1に1個ずつ下げていってね、1まで全部かけてくださいっていうことなんで。で、分の6スタートだから、6、5、4、3、2、1です。で、あとこれを計算します。いいかな？で、ここ3、2、1、3、2、1、どうせ同じなんで一気に消しちゃいましょう。で、これとこれ約分して2、計算すると60だね。これが60になります。で、60×4×-1 だね、ここ。だから、全部計算すると、-240 ってことがわかります。いいかな？こうなるね。
ちょっとここね消しちゃいます、後で使うので。よし、じゃあ2番いきましょう。で次は括弧の中が 3x-2y+4z の4乗ですね。でこれに関しても同じです、考え方は。 3x と -2y と +4z、 これをいくつずつパーツが必要なのかと。で答えのところはここね、括弧の中見ると xy の2乗 z だから1乗2乗1乗でしょ。で x が1乗だから x のところが1つ必要だと。で y が2乗なんで y のところが2個必要で、 z のところが1つ必要って分かるからね、121で振ればいいと。で振り方さえ分かっちゃえば同じです、これと。一応書こうか、1の階乗2の階乗1の階乗分の全部で4ね、4つを振ってるんで4の階乗になります。いいね。でまずここ3が1乗です、だから3。次-2の2乗、これもちろん暗算して4って分かったら4でいいんだけど、ちょっと一応説明上ねちゃんと書きましょう。-2の2乗です。で最後+4の1乗だから4になって、これであと全部計算します。でここが試算、これ12か、 12×3×4×4、 はい、ここで144だから 144×4、576か、576、待って合ってるよね、144だから合ってるね、大丈夫ね、というふうにやります。いいかな。で次なのです。で最初にも言ったように、こう括弧の中がね、文字が3つ全部分かれてれば楽なんですけど、こういう感じでここ x 使ってる、でここも x 使ってる、逆にこう何も使ってないみたいな、同じ文字を使ってたりすると、あとね、同じ文字が1種類だけとかいうときは若干めんどくさいです。ただやること同じなの、同じ同じなので、今回も x2 乗でしょ、プラス x マイナス2、これを4乗なんで4つのパーツをどう振り分ければ5乗になるかを考えるんです。いいね、4つのパーツを振り分けると。で今回ちょっとね試しにね、こうやっていきます。5乗するためにはいくつずつちょっとわからないんで、400からスタートします。いい、これね0もありだからね、振るので。そうするとここ x の2乗の4乗なので、2子が8で x の8乗が出てきます。で x の8乗が出てきたら5乗にならないでしょ絶対に。なので4スタートは間違いだなって気づくんです。で1個下げます、3乗スタート、こっち次わからないけどね。で3乗からスタートしたら x の2乗の3乗なんで x の6乗になる。6乗になった瞬間に5乗には戻らない、この式だとね。だから最初が3も違うなと。で今書いてるけど、それ頭の中でやってくれればいいからね。で次1個下げて2からいきます。そうするとこの時点で x の4乗です。22が4だからね。ってことはあと x の1乗あればくっつけて5乗になることができる、掛け算するからね。で1乗ってここに1が来れば、これ x の1乗でしょ、 x の4乗 x の1乗かけて x の5乗になる、 OK だと。ただパーツは4個振らなきゃいけないんで、2、1、1個余ってる。だからここに1振ればいいんです、残り。でここに関しては x いないからさね、ここに1個何個振ろうが文字は関係ないと。つまり2、1、1で振れば5乗になるよねっていうふうに。ただこうやって文字が1種類だったりするときは1個見つかっても止まらない、全部チェックします、ちゃんと。でどうチェックするかっていうと、次1の時やります。で1にすると x の2乗です、つまりあと3つ必要なの、 x の3乗ね。で x の3乗ってことはここに3を振れば x の2乗 x の3乗かけて x の5乗になるじゃんか。で1、3もう4つ振り終わってるんで、ここは0になります。でこう振っても5乗になるでしょ。だから文字が1個だったりするとこうやってね複数パターン出てくるんだよ。もちろん1つのパターンしかない問題もあるんだけどね。で最後0もチェックする。
で、0だと、これ x の0乗です。2の0じゃ0乗ね。で、つまりあと、ここだけで5乗作りたい。でも、パーツは4個しか触れないんで、ここに5個触れれば、x の5乗になるんですけど、4つしか触れないからさ。だから、この時点でも作れないのがわかる。なので、この2つのパターンなんだってことがわかります。で、パターンさえ分かっちゃえば、あとはやること同じだから、これと。で、まず青の方から行くと、2、1、1で振ってるので、2の階乗、1の階乗、1の階乗、分の全部で4だから、4の階乗になります。かける、この係数1だから、1の2乗、どうせ1でしょ、書かなくていいです。1の1乗、1だから書かなくていいです。次、マイナス2ね、これ全部。マイナス2の1乗なんで、これは書きます、ちゃんと。1乗ね。で、これで青の方は終わり。で、先に赤の方も書きましょう。1、3、0で振ってるんで、1の階乗、3の階乗、0の階乗書かなくていいです。で、全部で4だから4の階乗です。で、係数1の1乗だから書かなくていいね。1です。1の3乗だから書かなくていいです。マイナス2の0乗、1なんで書かなくていいです。ね。なので、これだけで終わり。で、最後に2つのパターンを足してください、絶対に。これね、よくかけるっていうミスをするんで気をつけて、足してね。で、これなんでかっていうと、これで、ほにゃらら x5 乗が出てくるんです。いや、文字書いてないからわかんないけど、ほにゃらら x5 乗。こっちも、ほにゃらら x5 乗なんです。だから、ほにゃらら x5 乗、展開してね、ほにゃらら x5 乗が出てきてるから、最後、足さないと、なんとか x5 乗の係数わからないじゃんか。だから足すんです、最後。展開したこうだから。いいね。で、これを計算すると、ちょっと次全部ね、青で統一しちゃうね。ここが、12か。で、マイナス2だから、マイナス24。ちょっと色を同じにしちゃいます。足す、これやると4です。なので、マイナス20と。これで終わりになります。いいかな？こんな感じで、ね、複数パターンあることもあると。で、さらにめんどくさいのが最後。この x 分のが出てきたときね。でもやること同じなんだけど。で、これも、x2 乗、マイナス 3x、ちょっと下か、プラス x 分の2と。これに4つのパーツを振り分けて x2 乗を作ります。で、もちろん頭の中でできる子はそれでいいんだけど、一応4つ振らなきゃいけないから、4からスタートすると。で、4からスタートすると4、0、0でしょ。x の2乗の4乗だから x の8乗です。どう考えても2乗に届かないと。だからこれは、ない。次、3乗です。で、3乗だとどっちかに1個振ることができるんですけど、x の6乗になってるので、これね、x の2乗持っていけません。いけないから、これもこれで終了です。で、次、1個。で、1個の時じゃないよね。これ2個だね。2個の時は、x の4乗になってます。で、先に行っちゃうと、これ、2、0、2で持ってくることができます。で、なんでかっていうと、これ、x の4乗でしょ。これね、x の2乗分の4になります。いい？下、両方2乗するから。で、約分するんで、ここ2に減るの。減らすことができる。x 分のは。だから、2、0、2にすると、2乗が出てくる。で、次。1の時やると、x の2乗は2乗です。で、あと、3つ振り分けて2乗作りたいんですけど、2、1とか、1、2で振っても2乗にならないんです。だから、これはできないの。できそうなんだけどね。で、最後。0で振ると、あと4つで振ればいい。で、これね、書いちゃいましょう。3、1です。そうすると、ここで x の3乗でしょ？これ1個だから x 分の2で約分して2乗ができるんです。だから今回もこの2パターンになります。汚いね、ごめんね。で、パターンが分かればあとはやると。2、0、2だから2の階乗、0書かないからね。2の階乗、で4の階乗。かける1の2乗が書きません。マイナス3の0乗書きません。で、これはここね。2。で、2の2乗と。で、これで赤が終了で、足す、0、3、1。3の階乗、1の階乗。で、4の階乗。で、0乗書きません。マイナス3の3乗。
書きましょう。で、2の1乗書きましょう。で、こうなります。で、あとはこれを計算していくと、これが、6か。6かける2に頭だから、24。足す、これが4。4かけるマイナス27かける2か。8だから、ここが。8、7、5、16の210、マイナス216か。だから、こう、プラスじゃなくてマイナスだね。216なので、マイナス192かな。計算間違ってなきゃ、あ、ちょっと間違ったかな。22が4。どっか間違った。間違ってないと思う。大丈夫ね。試算順位で6だから、大丈夫ね。はい。という感じになります。いいかな。まあ、こんな感じでね、ぜひ解いてみてください。ちょっと最後ね、急いでしまいましたが。こうやって3つになっても、パーツをまず見つけるってとこを意識してやってみてください。では、今回は高校数学数2の2項定理丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がですね、整式の割り算を取り上げていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。